コルビー・ライアン・ラスムスは、アメリカ合衆国ジョージア州、マスコギー軍コロンバス出身の元プロ野球選手。弟のコーリー・ラスムスもプロ野球選手である。2005年の MLB ドラフト一巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。2006年、2007年と2年連続で、カージナルス参加の最優秀マイナー選手に選出され、 ベースボールアメリカ史の有望株ランキングでは2007年から3年連続でカージナルス参加で最高評価を受けた。2007年シーズン終了後、カージナルスで中堅紙を務めたジム・エドモンズのサンディエゴ・パドレスへのトレード遺跡はラスムスに出場機会を与えるためと言われたが2008年は開幕をトリプル A 級メンフィスレッドバーズで迎えた。結局、 メジャーに昇格することなくシーズンを終えた。2009年4月7日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。4打数に安打を記録し、華々しいメジャーデビューを果たした。最終的には147試合に出場し、打率251.16本塁が52打点という成績を記録し、新人王投票では8位にランクインした。2010年は、 前年よりも3試合少ない144試合の出場で打率276.23本類が68打点12盗塁を記録し、いずれの部門でも2009年を上回る数字をマークした。一方、出場時合数を超える148三振を喫するなど三振の多さが目立った。しかし、その他得点、安打、二塁打、三塁打、四球、 出塁率、長打率、オプスなどの部門でも前年より優れた数字を残したため野球面では飛躍したシーズンとなった。しかし、シーズン開幕前にラスムスがチームの GM に対し出場機会が十分に確保できないのであればトレードしてほしいと自身のトレードを要求した。また、以前よりコルビーの父親であるトニーラスムスが マイナーリーグで好成績を残していた息子のコルビーがメジャーに昇格していないことに対し、球団批判を行っているという事実もあった。実際にシーズンが開幕すると一定の出場機会が与えられていたため、不満を述べなかったラスムスだったが、後半戦に若手選手のジョン・ジェイに出番が与えられたことに伴って出場機会が減少し始めると、再び、 トレードを要求した。コルビーがトレードを要求した時期は、チームが主位に躍り出て、チームファンともに息が向上していた時期だったので、このコルビーのトレード要求は大きく批判された。また、アルバート・プホルスもこの行いを非難した。これについて、友成・ナッチは、実ッの中でチームリーダーのプホルスが怒りを爆発させ、 そういうことを公然という奴には来年ここにいてほしくない。チームメイトへの侮辱にもつながることだからね。うちはヤンキースに次ぐ名門球団なんだ。下から上がってきて間もない奴がなぜそんなことを言うのか理解に苦しむよ。口を閉じて自分の技量を磨くのがあいつのやるべきことだ。やり方が間違っていると批判し大きなニュースになったと表している。 2011年7月27日に、オクタビオドーテル、エドウィン・ジャクソン、マーク・ゼプチンスキー、コーリー・パターソンとのトレードで、P.J. ウォルターズ、トレバー・ミラー、ブライアン・タレットと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍したが、移籍後は打率。173と、ダイスランプに陥った。2チームを合わせても打率。225と大失速した。2012年は23本塁が、 自己最多の75打点をマークしたが、2年連続で打率2割2部台となる打率。223に終わった。2013年は118試合の出場にとどまり、メジャー昇格後では初めて規定打席に届かなかった。しかし、打撃は好調で、自己2位となる打率。2757で、前年より150打席以上も減少しながら、22、本塁打。 66打点をマークした2014年1月17日に、ブルージェイズと700万ドルの1年契約を結んだ。オフに FA となった。2015年1月21日に、ヒューストンアストローズと1年契約を結んだ。シーズン後半から活躍が目立ち、チームをプレーオフに導いた。10年ぶりのポストシーズン出場の初戦。 ヤンキースとのワイルドカードゲームでは田中正宏から先制本塁打を放った。なお、レギュラーシーズンで放った25本塁打はキャリア最高の本数である。同年11月2日に FA となったが12日にクオリファイングオファーを受け入れ年俸1580万ドルの1年契約を結んだ。2016年は左翼手の中心角として1 7試合に出場し、打率。 206.15本塁打、54打点という成績を記録。打率の低空飛行に歯止めがかからなかったが、通算150本塁打に到達した。守備面では、左翼手で87試合に出場し、無失策 DR、DRS プラス14を記録したが、レンジファクターは平均未満と今一つだった。中堅手と右翼手でも、無失策 DR、DRS プラス3を記録し、 ガイアの全ポジションで無失策 DRS プラス20さらに13補殺という成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年1月30日にタンパベーレーズと年俸500万ドルと打席数に応じた最大200万ドルの出来高払いの1年契約を結んだ。電部の手術のため4月1日に10日間の故障者リスト入りした。 5月2日に復帰したが、6月18日のデトロイトタイガース戦を最後に欠場し、6月23日に左股関節腱炎で6月19日に遡って、再び故障者リストに入った。7月13日、野球から離れたいとの本人からの申し出によりレイズは制限リストに入れた。レイズはコルビーの野球からの脱却を全面的に支持している。 チームへの貢献に感謝し、彼と彼の家族が最善を尽くすことを願っている。コルビーと彼の家族のプライバシーを尊重し、レイズはこれ以上のコメントはしない。とーズは声明で述べた。オフの11月2日に FA となった。2018年2月21日に、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 3月29日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。7月3日には前年に続いて制限リスト入りした。オフの10月29日に FA となった。ありがとうございます。